こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ダリアズドリーマー前に行きそうです。キャロットヘブン、それに続いています。さらにはメインビーム、1番ハニーキャスター、その後ろニュースシャーディー、後方に控えました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。メインビーム先手を取りました。ダリアズドリーマーすぐ後ろ、その後ろにハニーキャスター、好位置をキープしています。進行ラブリー、その外にレディミズワキ、プレンティーオブグレイス、それに続いています。内からはキャロットヘブン、並んで5番アルーリングメーカー、レガシーオブレディ、この馬もこのグループ、クイーンインコマンドすぐ後ろ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてメインビーム、2番手はダリアズドリーマー、3番手に進行ラブリー、絶好の手応え、進行ラブリーいい位置。果たして先頭を捉えるか。メインビーム先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手は進行ラブリー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。ここで先頭はプレンティーオブグレイス、プレンティーオブグレイス先頭、進行ラブリー追いすがります。プレンティーオブグレイス先頭だ。プレンティーオブグレイス、わずかにプレンティーオブグレイス体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ前に行くのはどの馬か。アムールプライド前に行きそうです。アインエリザベス、それに続いています。さらにはメインキャメロン、9番ウィッシュバウンド、その後ろ。それでは先頭から、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。それでは先頭からアムールプライド先手を取りました。10番河内立て男、2番手を追走しています。その外からアンダーワンダー、その外にアインエリザベス、その外からウィッシュバウンド、その外にセイクリッドダック、さらにはメインキャメロン、内からはナショナルマジェスリー、並んで4番クイーンハット、すぐ後ろにエースザワイルドウィンド、最後方にハーバースプリングス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、12番アンダーワンダー、レースを引っ張ります。並んで14番アインエリザベス、ケアレスシャワー、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアンダーワンダー、ケアレスシャワー、ほとんど差がありません。河内立て男ぐんぐんと差を詰めてくる。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はアインエリザベス、河内立て男先頭、2番手はアインエリザベス、残り 200m、 河内立て男先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ビエンビエン抜けた。最内から一気にメインキャメロン、ビエンビエン、ビエンビエン1着、2着にはどうやら河内立て男、勝ったのはビエンビエン、見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はエリムサリー、エリムサリー先頭、2番手はステージチャンプ、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 先頭はステージチャンプ、エリムサリー必死に追いすがります。ノースフライト追いすがります。ステージチャンプ先頭だ。ステージチャンプ、ステージチャンプ1着、2着にはどうやらノースフライト、見事に勝ちました。ステージチャンプノースフライト2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立った。東海ストリーム、東海ストリーム先頭、2番手はテームビバーチェ、残り 200m。 東海ストリーム先頭だ。残り 100m、 東海ストリーム先頭。一気に桜カルメン、東海ストリーム、東海ストリーム1着、2着にはどうやら桜カルメン、見事に勝ちました。東海ストリーム、カルメンシータ敗れました。これは掲示板までです。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はヤマニングローバル、ヤマニングローバル先頭、あと 200m、 ヤマニングローバル先頭だ。残り 100m、 ヤマニングローバル先頭、神のクレッセ、ヤマニングローバル追いすがります。神のクレッセ、神のクレッセ1着、2着は微妙です。まずは前哨戦を制しました。神のクレッセ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411m の長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。おっと、マルターズアリーナゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に名勝ホームラン入ってゲートイン完了です。スタートしました。おっと、遅れたのはマルターズアリーナ。まずは先行争い、何が波乱に立つでしょうか。サンセットミステリー、前に行きそうです。光勝つ王妃、それに続いています。さらにはアナセール、11番、タケデンファイター、その後ろ、後方に控えたのがトレジャーアーチ。前に戻りましょう。サンセットミステリー先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の統計2世中段につけています。ミスター東人、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。前に戻りましょう。光勝つ王妃、前手を取りました。白の帽子、サンセットミステリー、その後ろ、
すぐ後ろに金豊王、その外からマルターズアリーナ、赤の帽子シルクワルツ、その後ろすぐ隣にアナセール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サンセットミステリー、光勝つ王妃、ほとんど差がありません。マルターズアリーナ3番手、合計2勝 B1 です。さあここからどうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はミスター東人、ミスター東人先頭、2番手は合計2勝、あと 200m、 ミスター東人先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。合計2勝かわす、合計2勝1着、合計2勝完勝、合計2勝1着、2着以下は混戦です。これが世界を制した実力だ。合計2勝4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はコクトカフェ、コクトカフェ先頭、2番手は河内プリンセス、先頭を捉えるか。コクトカフェ先頭、残り 200m、 コクトカフェ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気に河内プリンセス、河内プリンセス、もう一伸び、河内プリンセス、河内プリンセス1着、2着は微妙です。河内プリンセス見事1番人気に応えました。